竹内さ、今まで何人ぐらい手にかけてきたとかある？はい。あ、もう仕事のことは言えん。あ、殺し屋じゃない。獲物とかどんなの使って？獲物？刃物じゃないもん、そうなったら。あ、そうなんや。いや、知るけど。あんまピストルこと獲物って言われない。あ、そうか。刃物で行くタイプだ。そうやねん。あ、そう、あ、刃物で行くタイプだ。すみ、うん、あれって本当？え？プロはなんか布団の中にダミー置いて風呂釜で寝るって本当？あれ本当？なんなの話？いや知らんけど殺し屋じゃないから。あ、すみは普通に寝てんの？あれ普通に寝てる。ええー、そうなの？じゃ逆にそうなんやみたいな。あれやったね。殺し屋じゃないから俺。竹内。あ、ごめん。後ろ立っちゃったわ。いや俺ゴルゴ触ってる。ごめん後ろ。俺のタイプの殺し屋じゃないの。あ、竹内背後大丈夫なタイプの殺し屋ない。殺し屋じゃないか。殺し屋じゃない。あ、よかったよかった。これで全部俺の問題。これで俺が分かりました。死ぬか死ぬか死ぬか、なんとか、なんとか死ぬか。いや、殺し屋じゃないって。助けてくれ、命だけだ。正義の殺し屋やん。コードネーム顔のない狼は明日暇。殺し屋じゃないか。顔のない狼あとかそんなんじゃない、コードネームとか。いや違うし、バリ弱いやろ。爪だけ。今ってなんぼやろ、狼は。新聞はいかがかな、新聞はいかがかな。前金の50万だ。写真の男をやってくれ。いや殺し屋じゃないし。新聞はいかがかな。殺し屋じゃないし、殺し屋の仲間すんなって。そうだな。俺何も見てないぞ。俺何も見てない。死んでる。頼む、命だけは許してくれ。殺し屋じゃないだろ俺。人殺した後くつろぐタイプの殺し屋。まだティータイム中なのにな。じゃないな。竹内ってさ、結構なんかその幼い頃からそういう訓練を受けてるから、毒とかの耐性強かったりするの？殺し屋じゃないから。そういう家庭で育ってないんだよね。タケリック系。いや、違う、違う、違う。タケリック系はそうじゃない。俺の門めちゃくちゃ重くない。あ、タケシの実家の門重いって本当？重くないよ。重いお坊ちゃんは子供の時にその開けてました、ね。じゃないのよ。結構その地元では有名だもんな。地元人。いやいや。歩く時俺足音消さない。ああ。おっかないね。おっかないねって。